い、皆さんこんにちは、うんたんです。本日はルーちゃんがいないということでサプライズ企画です。まあ、以前ね、ルーちゃんと LINE しててですね、びっくりした内容があったんですよ。サンタさん来たことないんですって。ルーちゃんにサンタさんの喜びをね、感じてほしいなと思ってますんで、今回はね、特別に分担サンタになってルーちゃんをサプライズしてあげようと思っております。大人になってからサンタさんが来るってことはなかなかないので、ルーちゃんには分担サンタしかいないんじゃないかと思いまして、私がサンタになってルーちゃんにサプライズプレゼントをしてあげようと思っております。でね、今回ただただ夜ルーちゃんが寝た後にプレゼントを置くだけじゃちょっとつまんないと思ったんで、 VTR を見てください。ドン。今ルーちゃんのサンタクロースになろうと思いまして、ドンキに来ました。いやー、ドンキだったらね、コスプレ服あるんでね、買っていこうと思います。あー、安いね。オッケーオッケー、1000円でルーちゃんのサンタになれるぜ。これでルーちゃん楽しみにしてくれるかな。とかルーちゃんに教えてないから、ルーちゃん楽しみとかわかんねえかルーちゃんが喜んでくれたら嬉しいと思います。こういうサンタの袋もいいな。サンタの袋も買ってなんか本格的にする。いやでもルーちゃん寝てるしな、まあ、気が向いたら買おうか。この2つ買っていきたいと思います。ルーちゃん喜んでくれ。ドンキにてサンタクロースのコスプレを買ってきました。コスプレするのはね、言うて3回目ぐらいか。まあ、あの思い出とか結構ね、遡るとあるんですけれども、今回3回目のサンタクロースになろうと思っております。そしたら、うんたんサンタ変身します。くせーん、うんたんサンタだよすごい、結構本格的これ。イエーイ、これでルーちゃん喜んでくれるかな。いや、これめっちゃ本格的。袋ちょっとね、買おうか悩んだんですけど、袋あった方がいいね、これ。あ、いい、いい。あ、めっちゃいいわ、これ。いや、でもね、これちょっとね、欠点があって、ここ、息がしづらいんですよ。これね、結構苦しい。でも正直ね、この格好、結構本格的なんで、個人的にはいいかなと思っております。これでルーちゃんを喜ばせるぞ!イエーイ!夜ね、寝た後にこの格好に着替えまして、プレゼントを置いてルーちゃんをサプライズしようと思っております。ちょっとね、このヒゲは喋りづらいんでちょっと外させていただきました。ルーちゃんにね、渡すプレゼントを皆さんに紹介しようと思っております。ドゥンドゥンドゥン、こちらとなっております。ルーちゃんとショッピングモール行くときによくね、アベイドショップにね、立ち寄って、あー、福祉欲しいなーとかちょっと言ってたんですよ。まあでもね、最近ちょっと家も買ってローンもあったということで、ルーちゃんもね、かなり節約しておりまして、買わないんですよ、いつも。ということで、今回はルーちゃんにサプライズドッキリとして買ってあげました。で、ちょっと中身ね、皆さんにも紹介していこうかなと思うんですけれども、じゃじゃん、こちらがメインの串ですね。ナイレができるんですよ。氷の結晶がすごい綺麗なんですよね。これはちょっとね、冬限定でやってくださってて、あとね、じゃじゃん、こちらの方はね、ヘアオイルとなっております。これ結構なんかアベーダでも定番のものらしくっていい匂いでしたね。あとね、シャンプーとコンディショナー、これはね、買ったわけじゃないんですけれども、特典でね、ついてきました。これありがたいです。私も使おうかと思っておりますあとアベーダのハンドタオルもついてきました。4点入った箱をルーちゃんにプレゼントとして渡そうかなと思っております。いや、ルーちゃん喜んでくれるかな。で、まあちょっと悩んでるのが、大きい袋あるじゃないですか。まあ、この中に当然入れてルーちゃんに渡そうかなと思ってるんですけど、この袋ごと置くのはどうなのかなと、まあ、なんかやっぱりサンタさんのイメージってこういう四角い箱、そのまま寝てるところの横に置くっていうイメージなんで、なんでね、今回これだけ置こうと思います。そして喋ってるだけですごいこれあったかくて熱くなってきたんですけれども、いいねこれね。ヒゲだけですね、ちょっと問題は。まあ、でもヒゲあった方がサンタっぽいですね。ルーちゃん今ね、当然いないんですけれども、友達とご飯食べて帰るってしたんで、それまで待ってルーちゃんが寝た後にこの服に着替えてルーちゃんにサプライズしていこうと思います。まあ、ルーちゃん結構ね、鈍感なんで、そういうカメラ気づかないんで、まあそれはね、良かったかなと思うんですけど、カメラちょっとセットして皆さんにもね、お届けしたいと思います。チータイ。そしたらね、ルーちゃん寝ちゃったんで、今からは運転サンタになりたいと思います。はぁ、
寝室に向かっていこうと思います。あ、思います。あ、寝てる寝てる。やばい、何個落ちたぞ。あのテープつけてるな。最近口呼吸を意識してるからな。ルーちゃん起きろ、朝だぞ。7時何撮ってんの？周りを見てみ。プレゼント？さあ、ルーちゃんが食えた？俺じゃないよ。俺昨日寝たんでしょ一緒にね。何？どういうことサンタさんが来てくれました。サンタってサンタって何？プーちゃんでしょ。プーちゃんじゃないよ。サンタさん来てくれたよ多分。俺もちょっと気づかなかったな。ありがとう、サンタさん。じゃあ、あとちょっと中身開けてみようか。嗨，大家，现在时间是早上七点。因为我跟维娜真的是刚睡起来，所以我们两个都戴口罩。哎，なんかこういう動画撮るの初めてじゃない？朝ね、やっぱコンタクト作って髪ビシッと決めてね。いつもテンションマックスで撮ってるんですけど、運搬サンタが来たんですよ。维娜の分身でいう運搬サンタが来てくれたの？ちょっと運搬サンタ呼んでくるね。運搬サンタ。いやいや。お。動画を撮っておるのかの仲のいい運搬にね、呼んできたのじゃが。メガネに毛がついてるよ、白い毛。メガネないと見えないからこれやばいよ、ここほら。めっちゃ入ってる。毛が入ってるんですよ、これ。え、めっちゃ本格的じゃん。そう、これが良くない？うん、いいね。この袋が俺結構ね、好きなんで。え、この服いい、残した方がいいと思う。ねえ、これ今後ね、子供ができた時にもできるね。じゃあ、これ見てもいいですか？はい。運搬サンタの気持ちですね。イエーイ。しかも、アベータじゃん。アベータ欲しいって感じだったよね。アベータ欲しい。いつもショッピングモール行って、アベータ行くんですよ。ブラッシュだー！イエーイ。私が欲しいブラッシュです。しかも名前が入ってる。そう、みんな見せてあげて。すごい、私の名前入ってるじゃん。氷の結晶がね、期間限定品。え、そうなん？そう、冬だけ。素敵。これを使うたびに、あ、クリスマスにこれもらったんだなっていうのを思ってほしいなと思って。ありがとう、運搬サンタ。運搬サンタサプライズ成功。え、なんか私好きな匂いって感じ。グレープフルーツとレモンじゃん。そう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 。嬉しい。今日の夜使います。よっしゃ。え、もう本当大切にします、ね、ありがとう、運搬サンタ。はい。運搬が運搬サンタに言ってくれたかな。そう、私が欲しいやつ。そう、聞いたのじゃ。もらい物ですね。そう、これはシャンプーとコンディショナーなんです。俺もね、一緒に使えるなと思って。運搬サンタもなの？ちょっと言っとこうかな。え、嬉しい、ありがとう。私本当サンタの思い出ないので、これすごく嬉しい。今まで生きた人生の中のクリスマス一番なんか嬉しいから。ありがとう、運搬サンタ。配信。来年も来ると思ってもいいかな。いい子にしてたらね。谢谢運搬サンタね。そう。そして谢谢運搬。いや、運搬が見てるかどうかわかんないけど、運搬ありがとうございます。運搬ありがとうって言ってるよ。今回のサプライズは大成功ということで。
まあね、こういうサプライズをどんどんルーちゃんにしていきたいと思っておりますので、皆さんも見てみてください。それでは皆さん良いクリスマスを。バイバーイ。メリークリー。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り気分で行けばいい。今この時が大切。できるし、すごい気持ちいい、うん、あ、すごいね、なんかサラサラに見える。今もう使わなくてもすごい頭皮気持ちいいな。なんかこれが私が見てる色々なんか雑誌とか紹介されてるからずっと欲しくてさ。ねえ、やめて。